本当に地下監獄へ駆けつけなくて構わなかったのですか、奥藤副団長。うん、そっちは僕が適当に対処しとくから、みんなは王宮の奥へ向かって。そこは陛下がおわす神域だ。最優先で防衛しないとね。由緒正しき王宮に賊が侵入したってだけで前代未聞の不始末なのに、陛下に万が一のことがあったら最悪だよ。僕たち全員責任取らされて首ちょん切られる程度で済めば御の字。下手すれば国が根本からひっくり返っちゃうよ。そんなの嫌でしょ。それにどうせお国のために死ぬならもっと誇り高く戦って果てたいよね。君たちは？はい、そうですね。確かに奥の方にも賊が入り込んだという情報があります。優先すべきはそちらですね。全員急行、陛下の恩命をお守りするのだ。前時代的、扱いやすくていいけどさ。ああ、こりゃバレたら本気で首ちょん切られちゃうよね。明らかな背信行為だもの。まあ殺されるつもりはないし、あんまり馴染めない仕事だったから免職になっても別にいいけど、ナイトメア、正義の味方なんか柄じゃないよね。王宮内部がごたついてる今のうちにとんずらしちゃおっと。しばらくは身を隠しつつ、ちょっと本腰を入れて気になることを調べようかな。洗脳魔法を防ぐために自分の頭にいろいろ対抗魔法とかを仕掛けたら、なんかドサドサ不自然な記憶を見つけたし、それをたどってみよう。まんまと他人に騙されて手のひらの上で踊らされるなんてごめんだから。人間には誰にだって、悪党にだって誇りはある。それを傷つけ嘲笑い、もてあそぶすべてのものが僕たちの敵だ。そうだよね、ノエム。ペコリーヌ様、牢の鍵は解錠いたしました。どうぞ出てきてくださいまし。ペコリーヌ様、お早く。ここは王宮、あくまで敵地でございます。悠長にしていたら新手の敵が現れて私たちの道行きを塞ぐでしょう。そうですね、せっかく助けてくれたのに帰り道で捕まっちゃったら台無しです。でもごめんなさい、安心したら腰が抜けちゃいました。もう仕方のない人でございますね。けれどご無事で何よりでございました、ペコリーヌ様。はい、本当にありがとう、コッコラちゃん。あなたも。私今回ばかりは本当にもうダメかと思いましたよ。本当にヤバすぎる状況だとヤバいですねとも言えないんですね。うわっ、びっくりした。急に抱きしめちゃダメですよ。いつもと逆ですね。普段は私が抱きしめてもいいですかって聞くのに、それで OK をもらえたら嬉しくなって夢中で何度も抱きしめたのに。そんなに毎回確認を取らなくても。一回もあなたたちは拒まなかったんですけど、でもね、不安だったんです。私全部奪われたから、父上母上なんてことない平和な日常、その全部むしり取られちゃったんです。だから怖かった。いつも毎回確認をするたびに怯えてたんです、もしかしたらって。
拒絶されたらどうしようって。あなたたちまで私を忘れてしまったら、赤の他人みたいに拒絶したら私は耐えられない。だってあなたたちが再び与えてくれたんです、大好きな人たちと一緒に囲む食卓を。全部奪われたはずの幸せな日常を、あなた、コッコロちゃん、キャルちゃん、美食殿のみんなが、全部奪われて途方に暮れていた私に、ペコリーヌって素敵な名前をつけて、何度もそう呼んで、美味しいものとか一緒に食べてくれましたよね。それが私、本当に嬉しくて、幸せでたまんなくて。だから、それすら奪われちゃうのが怖かった。そうなっても変じゃなかったのに。あなたたちは、こんなにボロボロになって、命がけで、私を助けに来てくれたんですね。ありがとう。ありがとうございます、二人とも。本当に本当に、あなたたちのことが大好き。そう思ってもいいですか？あなたたちを大事な仲間だと思って愛してもいいですか？そんなことが許されるんでしょうか？私にも。はい、許すとか許されるとかではございません。そのように確認する必要もありません。人を愛することを、幸せになることをご遠慮なさる必要はございません。そうでしょ、主様。ほら、主様も何度もうなずいて同意してくださっております。実際私のような子供にもわかる当たり前のことでしょ。落ち着いてくださいまし、ペコリーヌ様。主様はどうやら涙を拭いたいご様子です。わわ、恥ずかしい。私泣いちゃってますね。ちっちゃい子みたい。そうですよね、変な誤解をした私がバカでした。まあ、どうしてもキスがしたいのでしたら、私ここは空気を読んで目をそらしておきますので、その間に済ませてくださいまし。いやいや、やっぱり記憶喪失のあなたを相手にそういうことをするのは、何も知らない子を騙してるみたいで申し訳ない気がしますよ。記憶喪失になる前のあなたには大事な仲間がいたみたいですし、その子たちの中にはあなたに恋してる子もいたでしょうし、かっこいいですからね。だからこそ横取りみたいな真似はできません。でもいつか記憶を取り戻して、それでもまだ仲良しでいてくれて、あなたにそのつもりがあったら、その時にキスしてもいいですか？うんうん、優しいあなた、弱っちいのにボロボロになって戦って助けてくれたあなた、王子様みたいなあなたに改めて恋してもいいですか？めでたしめでたしという雰囲気で、本当にお邪魔虫みたいで嫌だけど、君たちを見逃すわけにはいかないんだ。ジュン様。
目覚めてしまったのですね。うん、軽く気を失っていただけだし、私はまだまだ元気だよ。むしろ仮眠ができたようで。あれ？お少年、ここで何をしている？そもそも私はなんで地下監獄に？よくわかりませんが、隙ありでございます。今のうちに脱出しましょう。ありがとうございます。私を運んでくれるんですか？これが本当の姫様抱っこ。ようやくいつものペコリーヌ様っぽくなってまいりましたね。実際ペコリーヌ様はずっと囚われていて、足腰が弱っているでしょう。主様に運んでいただくのは割と理にかなっているのではないかと思います。いや、そこまで長く監禁されてたわけじゃないんですけどね。王家の装備がないと、私平均以下の身体能力しかありませんから。運んでもらえるなら助かっちゃいます。ギュッて密着しちゃおう。ギューッ。お、言いましたね。では遠慮なく、ギューギュー。実際腕力も弱まってるので、強く抱きつかないと落ちちゃいます。何か愛の告白っぽいことをした後なので微妙に気まずいですけど。ふむ、王家の装備とやらできれば回収していきたいですね。この後も脱出までに何回か警備兵などと交戦する可能性がございますし、私も主様もかなり限界でございますから。ペコリーヌ様が戦えるようになればぐっと楽になります。私収監された時に王家の装備を没収されたんですけど、他の場所に移されてなければ、多分王宮の宝物庫にあると思います。私ここは自宅なので見取り図とか頭に入ってます。ちょっと寄り道すればすぐ取りに行けちゃいますけど、どうします？個人的にはそんなの後回しにして、あなたたちに無事に脱出してほしいですけど。私が戦えなければその脱出の難易度が上がるっていう、悩ましいですね。なんかもう今回は本当足を引っ張りまくりですみません。決して、いつも助けられていた恩返しでございますよ、ペコリーヌ様。右も左もわからぬ都会のランドソルで、私と主様だけでは立ち往生していたでしょうけど、美食殿の皆様との交流のおかげで対価なく暮らせているのです。その恩義に報いさせてくださいまし。こんな傷など疲労など多少の危険などへっちゃらです。下手者料理を口にする時の覚悟に比べればどうということはございません。本当に強くなりましたね。頼もしいです。二人ともやばいですね。ふむ、どうやらジュン様は追いかけてこないようですね。どうしたのでしょう。あの方は様子がおかしかったように見受けられましたね。まあこちらには都合が良いので構いませんが、いかがしましょう。追ってもなく、とりあえず一安心でございますけど。やっぱり思い切って宝物庫に向かいましょうか。本当にすぐそこですし、扉は厳重に封鎖されてますけど、私なら解錠の方法はわかりますから。陛下なんて呼ばれてる私たちの敵はどうもお宝とかにはあんまり興味ないみたいでしたし、新たな封鎖なんかもしてないはずですから、私が知ってるやり方で開けられると思います。ふむ、
改めて考えたことはございませんでしたが、その陛下とやらは何を求めているのでしょう。お宝に興味がないなら、なぜ王家の乗っ取りのような真似をしているのか。私たちを排除しようとする以外には特に具体的な行動もしていないように思えますし、目的が読めません。だからこそやや不気味でございますね。何回か話した限りだと権力が欲しいっぽいんですけど、偉くなれればいいのかというと、どうもそうでもないみたいですし、わからないですね。この世界の真相などと陛下とやらの目的は関係があるのかもしれませんね。話を聞いた限りではその方もセブンクラウンズのようですし。お、どういうことでしょう。いえ、これはまたの機会に。ややこしい話でございますから。それよりもペコリーヌ様、宝物庫というのはどちらに。ああ、この廊下の突き当たりです。そこに玉座の間っていうのがあって、その床を浸している水の中に。うわっと、何事でしょう。何か爆発しましたね。今の見覚えのある魔力の輝きでした。もしかして。私に近づくな。ミナちゃん、お願い、任せてください。ここをどこだと心得る。過剰な虫けら風情が陛下のお圧玉座を照らすな。だから その陛下っていうのは偽物なんだってば。お姉ちゃんの言う通り、忠誠を尽くす意味はないですよ。骨折りゾーンのくたばり損ないです。骨折りさんのくたびれ儲けね、ミナちゃん。黙れ。私にとって陛下はこの世で一番尊く偉大なお方なのよ。困りましたね。全然言うこと聞いてくれません。異空間にある洗脳魔法装置っていうやつは動きを停止してるんでしょ。うん、ラジラキさんとダイゴさんが空間跳躍して壊してるはず。あの猫耳の子は深い洗脳されてるっぽいし、すぐには戻らないのかも。彼女は限界以上に魔法を放っている。すでに魔力は使い切り、今は生命力を削って魔力に変換しているようだ。どういうことですか。要するに、放っておいたらあと数分も持たずに全身が崩壊して死ぬ。当然、裏若き命が散ってよい道理などない。彼女は洗脳され操られているだけならなおさらだとも。騎士として捨ておけん。二人とも援護をしてほしい。私が隙をついて飛び込んで彼女を拘束する。いやいや、無茶だよ。デタラメに魔法を放ってきてるもん。あの子、迂闊に近づいたら粉々にされちゃいそう。けれどやらねばならんのだ。か弱い少女を見殺しにしたとあっては、せっかく救出してもネネカ様に叱られてしまう。ネネカ様は正義を愛するお優しい方なのだ。故に私は敬愛し仕えている。うわ、なんだか熱烈。お姉ちゃん応援したいけど、ちょっと無理っぽくない？近づくどころか、あの子の攻撃魔法を避けるだけで精一杯だよ。死ね死ね死ね。みんなみんな死に耐えろ。私と陛下の邪魔をする奴はみんなみんなみんな。キャルちゃん。ラビリンスの皆様、どういう状況でございますか、これは。
君たち、なんでここに？いえ、成り行きというか、たまたまの通りすがりでございます。皆様こそ、なんでこのような場所に？いや、私たちの目的の洗脳魔法装置っていうのが、この玉座の間にあるんだよ。ふむ、ということは、洗脳魔法装置は宝物庫にあるっぽいですね。見えますか？玉座の間の床に広がる水の中に宝物庫が隠されてるんですけど、魔法などを用いて厳重に隔離された異空間なので、確かに保存場所としては一番安全でしょうね。あ、どうもペコリーヌさんは救出できたみたいですね。さすが、お兄ちゃんはやればできる人。ペコリーヌ、陛下の名を語る大罪人め、どうやって牢を破ったの？仲間が助けてくれたんですよ、キャルちゃん。あなたのことも助けてみせます、必ず。そして一緒に私たちが大好きだった幸せな日常へ帰りましょう。ペコリーヌ、コッコロ、そしてあんた、私なんかを助けに来てバカみたい。無駄よ、私はもう戻れないんだから。次回プリンセスコネクトリダイブ第12章、仮面の下の素顔、もう一度君とつながる物語。帰る場所なんて私には。ネビア、お留守番をお願いね。私は今すぐソルの塔を降りて王宮へ向かうから。ちょっと待ちなさいよフィオ。どうしたのよ、そんなに泡を食っちゃってさ。だいたいあんた外に出ても大丈夫なの？今の私たちって世界の再構築をどうにか避けてかろうじて存在を保ってるだけの儚い存在でしょ。外に出たらバグだと判断されて世界によって除去されるかもよ。まあその辺の自浄作用みたいなのもどこまで生きてんのかわかんないけど、シャドウとかはバグの分際で割と普通に結構の時間存在を保ってるっぽいしね。でもあれって何者かがそうなるように維持してるんだっけ？今はそんなのどうでもいい。早く行かないと何もかもが崩壊する。落ち着けっちゅうの。私たちのお母さんって誰よ、ミネルヴァ様？そういや、ミネルヴァ様もしばらく見かけないわよね。なんかその端末っぽいのはアリーナシステムで遊んでるっぽいけど、ああもう何もかもわかんない。気になる、誰か説明してよ。私は好奇心強めに設定されてるから謎を放置しとくのが死ぬほどストレスなのよ。とにかくあんたは外に出たら死ぬわよ、今度こそ確実に。だから体を張ってでも止めるわ、お姉ちゃん。あら嬉しい、お姉ちゃんって呼んでくれるのね。愛してるわよネビア。でもそこをどいて、邪魔するなら実力行使するわよ。はあ？私に勝てると思ってんの？旧型が。あんたが世界に消し潰される前に私が引導を渡してあげてもいいのよ。ほっほう、できるもんならやってみなさいよ、未熟でバグばっかりの赤ちゃんのくせに。アホな喧嘩はやめましょう、不毛だわ。そうね、私たちが争っても何にもならないわよ。所詮はこの世界で生きる人々とはほぼ関われないガイド妖精の残りカスだし。あんたは結構頑張ってるじゃん、そんな見苦しい姿になってまでさ。いまいち私にはあんたが何をしたいのか分かんないんだけど。
ガイド妖精の大半は世界に不要なものとして取り除かれちゃったわ。偶然にでも生き残ってるのは多分私とあんただけ。数少ない同胞を失いたくないのよ。だから本気で止めるわ、お姉ちゃん。はいはい、分かったわよ。私もあんたと怒鳴り合ってたらだいぶ落ち着いてきた。確かに軽挙妄動は控えるべきよね。でも本当にのっぴきならない事態なのよ。どうにかしてあいつに警告ぐらいはしたいんだけど、あいつ今はそれどころじゃないっぽいしね。1分1秒争う鉄火場にいる。あいつの夢に接続するのもためらっちゃうわ。夢を見せてる間は意識が失われる。ほんの数秒だろうけど、それが命取りになりかねないクライマックスの局面なのよ。あいつに何か伝えるだけならできなくもないわよ。私は美食殿のギルドハウスに住んでて、管理人のカリンとも仲良しだしさ、あいつに伝言してもらうのよ。まああいつたちは王宮にいるっぽいし、どれだけ急いでも時間がかかるけど、カリンって人ほぼ戦闘能力はないんでしょ。あいつらはバトルの真っ最中よ。そんな場所に放り込むわけにもいかないじゃないの。じゃあどうしようもないわね。打つ手なしよ。諦めましょ。冷めてるわね、現代1個目。放っておいたら何もかも崩壊しかねないのよ。諦めるわけにもいかないでしょ。ふっ、所詮はデータでしかないガイド妖精の私たちに惜しむものがあるとでも言うの。私たちはそうでも、あいつらは命を持ってる生き物なのよ。こんな歪んでおかしくなった世界の巻き添えで死なせるわけにはいかないわ。ネビア、そのカリンって人に連絡を取って。無意味かもしれないけど、できる限り動くしかないしね。まずはユイをノエムちゃんから遠ざけないと。ああもう、まさか転移させた先でいきなり鉢合わせするとは思わないもん。相変わらず何か持ってるわね、あの子たち。主人公め、いつもは頼もしい限りだけど、今回ばかりは厄介だわ。どういうことよ、ちゃんと説明しなさいよフィンよ。今はアメスよ。一段落したら説明するから、今はとにかく急いで行動しましょう。たとえ儚いつながりでも、私たちがこの世界と関わっていられるうちに。